もうズバリ言っていいですか。はい、僕、うん、泣きましたね。はい、どうも、おまけのやるでーす。僕は映像作家のおまけのやるの人かきりまです。僕は映画チンピラ、チャカモンド斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。はい、一本でも映画が好きなね、好きと言っていい場所でございますのでね、もうライトにライトにね、うん、知識のあるなし定義をつけずに、はい、みんなで楽しくやろうというのがこのチャンネルでございます。はい、はい、ついに念願の夢叶ってですよね。そう、ずっと言ってたもんね。もうかれこれ5年ぐらい見よう見ようと言っていて、言ってましたね。なかなか見る機会のなかった、うん、JK 映画と呼ばれる、はいはい、この手の作品ですね。僕らついに足を踏み込みました。ありがとうございます。というのもね、はい、まあ、決して冷やかしで言ってるわけではなくて、はい、もちろん、まあ、今ね、日本で映画ね、映画館に足を運んでいる人の一番の客層というのが、実は若年層、10代、20代の女性であると。そうですね。で、実際日本のランキングとか見てもね、うん、やれ、鬼滅の刃だ、うん、コナン、ア、うん、イアライアーとかですね、はい、で、花束の声をした、はい、もうやはり女性がメインで足を運んでいる映画がですね、軒並みランキングトップを占めていると。俺らみたいなおっさんは映画を見ないんですよ。そういうことですよ、はい、だからね、はい、俺らが偉そうにね、あの映画こうだとか言ってるのね、見てない、見てないのよ。見てなくはない、見てなくはない。見てる人いますか。実際みんな映画映画という時に、うん、なぜかこんなにいっぱい作品があり、うん、ま、もうすごい定期的に作られているこのいわゆる JK 映画というものを語り手たちが一切取り扱わないじゃないの。まあ無視と言っても過言ではないぐらいですよね、はい、まるで映画じゃないかのように言っているけれど、はいはい、違うんだよと、うん、良いだよと。4位よ、うん、ここは、はい、我々もついに行ってきたわけですね。来ました。はい、もうズバリ言っていいですか。はい、僕、うん、泣きましたね。本当に泣きました。すごいね、はい、あ、いいですね。花束のような恋をしたでも泣かなかった僕が、ね、気になるな、そこどこなのかは、はい、まあ、今回どういう映画かっていうと、ジャニーズのね、はい、ストーンズの、はい、松村北斗さん、はい、対する女性の、はい、もう一人の主演の方が森七菜ちゃんです、ね、森七菜ちゃん、その女の子と、うん、この主役の男の子が、はい、血はつながってないけど、はい、義理の兄弟になってしまっているお二人の男女がいます、うん、でも同い年って、はい、まあ、ママレードボーイ的な展開っていうかね、はいはいはい、一緒に暮らしてます、うん、で、すごい冷たいんだよね、この男の子が。そうそうそう、男の子が一応弟なんだけど、うん、タメで、うん、お姉ちゃんの方は、実は可愛いんだけど、うん、キャラとしては全然可愛くないキャラで、彼氏もできたことがないと、うん、で、この男の方はイケメンで、もうすごいモテモテで、うん、なんか生々しいよね、セフレがいっぱいいるっていう設定なのよ。なんか女遊びがどうのこうのっていうから、そこでとどまるかと思ったら、親友の女の子がセフレ切っちゃいないよ。そう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 、セフレって言うんだ。すごいよね、ね、うん、で、まあ、そのセフレで、ね、あ、セフレをいっぱい持ってもおっさんだね俺ら。もう言っていいのよ、やっぱもうね、セフレとか普通の言葉だ、平気、うん、あ、やば、この、もうやばいな。なんか喋れば喋るほど喉が出るから。よくないね。まあ、そのせいで、うん、まあ、要は重股をしてたりしてるみたいな。で、そのお姉ちゃんの方はそのせいでね、一緒に住んでるからすごく迷惑ね、そうそうそう、嫉妬されたりいじめられたりとかあるお姉ちゃんで、うん、すごい険悪な仲なんですよね、うん、はい、っていうところからスタートしました、うん、はい、で、ある日お姉ちゃんが渋谷でギャルの格好でモデルの撮影をしていた、うん、もう弟とばったりバーンってぶつかって、うん、はい、で、何やってんのって言われて、あー恥ずかしいっていうところで、あんた誰で、嘘をついたところからこの物語が始まるわけです。1個目のライアーです、はい、これ1個目のライアー、はい、弟の方が、あ、ごめんっつって、その女の子をナンパしちゃうんです。そうだよね、うん、連絡先を教えてみたいな展開になって、はい、なって、はいはいはい、で、こっからお姉ちゃんがこの弟をからかってやろうということで、うん、嘘が始まっていくわけです。要はこれは締めてやろうというね、う、うん、途中でドッキリ大成功ペッペラってやって、ちょっと女遊びやめさせようぜ、痛い目見せようぜっていうつもりだったのに、うん、つもりだったのに噺家さんの止め方だ。まあ、こっからちょっとネタバレになってくるんですけども、はい、弟の方がギャルのお姉ちゃんを一瞬で大好きになっちゃう、はいはい、そうなんですよね。そっから一方的なアプローチが始まるんですよ、うんうん、で、ここでお姉ちゃんの方はまた
こいつチャラチャラしていっぱい女いるのに、ギャル好きだギャル好きで、もうなんだよこいつ、引くわと思ってて、うん、で、弟が僕とちょっと付き合ってよみたいなこと言って、告白しちゃうんだよね、全部女の子切ったら付き合ってもいいよとか言って、うん、まあそんなわけないと思ったから、はい、適当な嘘をごまかしよう言ったら、うん、そっからもう弟が毎日誰かに殴られて帰ってくる日々が始まってあれいいよね、あれいい、要はそのもう俺とは関わんないでくれっていう場面入れるんじゃなくて、このビンタの後とか鼻血が出た後とか、あれ演出ですよ、そう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 、ちゃんとした演出、最初のビンタこそ笑ったものの、手形しっかりと映ってるね、うん、何日もこの血だらけになってくる帰ってくるね、弟見るとね、やっぱ俺ですら、うん、可愛いなって思った、ね、うんうん、なんか可愛く見えてくる、可愛く見えてくる、何こういうぶっきらぼうの顔して、しかも家ではその犬猿の仲だから、家に入ってくるときはもう一言も喋ってないクールキャラだから、うるせえなっていう、でそのギャルのお姉ちゃんといるときはもう大好きだからめっちゃ甘えてくるんだよね、そのあのギャップずるいよね、なんかあの勉強になりますね我々の、はい、あそういう映画じゃないよ、ね、はい、あ違う、そどん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 女の子は切ってして毎日白焼きにはなる、そこからですね、これ、はいはいはい、自分でトラップはめて、はい、合コンに誘って、うん、そこで証拠をつかんで、うん、こいつはひどい男だからっつって別れようみたいな、浮気させようとするんだよね、そう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 、うん、とか仕組むんだけど、この男が全部取る行動がですね、はいはい、あの彼女のもう一途な行動なんですよ、うん、でそれをあの姉ちゃんたちは近くで見てるもんだから、うん、その誠実さを目の前でね、はい、目の当たりしちゃうからね、合コンに来たと思ったら、うんうん、メールでね、うん、最悪帰ってよとか言ったらすぐ帰るっつって、うんうん、なんで帰るの？彼女がいるかみたいなね、はいはい、かっこよかったね、かっこよかったね、だからああなるほど確かに勉強になりますあそこでやっぱ鼻の下伸ばしてるような男じゃダメなんだなと、うん、身にしみるね、身にしみる、しかもあの後橋でさ、はい、森奈々ちゃんと会った時にもういきなり抱きついてさ、嬉しい嫉妬してくれてみたいな、うん、あれやられたら、そうてかその前にメールで帰った後に、うん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 、ごめんね帰ったよって、はいはいはい、今から会いたいってどこいるの、うん、ってとこでしょうね、うん、あれもさなんかすごいなと思って、その近くで見てるから、うん、その人数合わせで来てるのも知ってる、うん、でメールで言った瞬間に立ってるのも知ってる、しかもそこで彼女いるって宣言してるのも知ってる状態で、うん、今どこいるの会いたいって言われたら、うん、それは可愛いよね、それはきついよね、うん、無理だよね、無理よ、無理、触れないじゃん、そんなの。触れれない。はい。でも、っていう感じのが続きまして、うん、お姉ちゃんも最初は、こいつはめてやろう、はい、痛い目合わせてやろうと思って騙してたのが、だんだんかわいそうになってきて、はい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 、で、ズブズブの関係になっていって、うん、っていう映画でございます。もうほぼ言っちゃってるけど。そうだね、そういう映画でしたね。いやいや、まだまだもう、うん、あの第3の男とか出てる。第3。その件ね。そう、あの件もありますからね。はい、はいはい。僕が泣いたのは、はい、ここの中盤の、弟の方が、あの僕一人暮らし始めるからって、はいはい、合鍵渡してこれでいつでも会いに来てって言ってるんですよ、うん、彼女のために一人暮らしするんだよね、バイトもしてと、うんうん、でいざ部屋に行ってみると、うん、あのさすがに、うん、もうこの関係良くないと、ね、一人暮らしまで始めて、いやいや、もう後戻りできないところまで来てると、うん、あの私ちょっと遠くへ、うん、引っ越すんだ、エクアドルでしょ、うん、エクアドルに引っ越すんだって言って、はい、だからどうしても会いたいくても私遠距離無理だし、うん、ごめんねって別れよって言うんですね、うん、でどうしても無理なのって言うんですよ、うん、で俺そこでもう俺弟があのそんなに感じるにして見てなかったわけですよ別にねこれ一瞬でその時に、うん、あやばいこれ無理だと思ってその弟の気持ちになったら要は何か喧嘩が普通別れる時って喧嘩やすれ違いだっていうメロドラマの中で別れるじゃない、うん、まあ花束もそうだったしね、そう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 、うんうん、この二人の場合はそれがないからそうだね いきなりなんです弟からしたら弟も好き好き好きって今まで引っ越しまでしてきたその日にその子に、うん、ごめん別れようって言われて、うん、そこでちょっと引きの横のね、はい、引きのカットになって、うん、ちょっと無言が続くんだけど、うん、あ、やばいやばいやばい無理だなと思って俺きつ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 いと思ってもうじわーってきて最高振られるのきつっと思って確かにね、で、と思ったらその弟の方が、うんブワーって泣き出すんだよね。泣き出してだからさ、あなたの時言ったじゃん、はい。俺だったらあんなもんじゃないって。嗚咽しちゃうと。そうそうそう。言葉が出ないぐらい泣くって、ね。泣くって。もうこんなんじゃないと。うんうんうん、もう、嫌だからみたいになると、うんうんうん。で、まさにその感じだったじゃん。嫌だって言った。嫌だって言って、うん。別れたくないって言って泣くじゃん。うんうんうん、もうあれで俺なんか泣いちゃってさ、わかると思って。泣いてたんだ。こんなん
でいいんだなって思った。だからなんかすごくいい発見だった。はいはいはい、あれ俺泣いてる、うん、みたいな感じでした。うんうんこれが僕今日正直見たこの映画の中で一番僕の中でエモーショナルな瞬間でした。斉藤くんは？僕はね、あのカラスマくん、やっぱね、その話もしとかないといけないんで、途中で出てくる、うん、いわゆるその森七菜さんの、うん、幼馴染、はい、しかも花束的に言うと趣味が合う、うん、そう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 日本史が好きで、うん、城が好きで、うん、俺あの「つわもの」って出た時めっちゃ面白かった。笑っちゃった。あの部長いいよね。部長いい。つわものっていうタイトルつけてくる部長、うん、いいなって、うん、いい部活だったよね。ねそれこそあの、うん、花束のあの趣味語り合ってるやつより、はいはい、あのつわもの作ってるやつらの方が好きじゃない、はいはい、うん好き、ね、あの俺らは知らないよ日本史とか、うん、知らない城とか知らないけど、うんうんうん、その熱量も感じるし、うんうん、どう好きなのかをすごく感じるし、なんかオチケンじゃないけど、うん、俺らでいうオチケン的なそういうリアリティが非常にあるんだよね。うん、で森七菜ちゃんもカラスウマくんもあそこに好きなんだろうなっていう、うん、すごく馴染みも。そう。でも二人ともさコスプレはしないんだよね。そうなのよ。ハロウィンとのちょっと私たち違う予感あるのよ。そうなのよ。うん、ちょっとそこね。そう。気づいたよね。しかもさあそこの場面ってさ、うん、あのつまものじゃあできたぞって言って、うん、その後ろからか撮ってて、うん、みんなコスプレしてて、うん、切り返した瞬間二人ともしてない。私服じゃん。部長からしたらあんなの指導ですよ。ねここで盛り上がる映画じゃないと思うけど。いや、そうですね、すっごいシンパシー感じちゃった。つわものに。わかるわかる、うん。あの人数の絶妙さもいいし。うん、わかる。わかる。あと、あの、他大学との交流とかね。そう。うん。インカレにしようかって言ってた。そう。たまんねえ。あれだよ。あれだよね。あれだよ。あれだと思う。俺も、うん、花束から恋をしたを、うん、俺の人生の生き方はあれなんだよ。そうだね。あの中の、あの、俺らは違うよね、みたいな、うん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 。なんだろうな、ちょっと僕ら特別繋がっているよね。わ、うんうん、かるわかる。うん。うんうん、みたいな、うんうんうん、この秘密のつながりを感じる中での恋愛、うんはい、そうだ ね, ねうっすら感じるんだよね。そう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 、ね、それがいいんだよね。それがいい。何の話だっけこれ。俺たちの花束だったライアーライアーが、うん、でそのカラスマくんが、うん、その出てきた時に、うん、あの最初やっぱ貧困法制で、うん、ですごく優しいの送ってくれたり家の前まで送ってくれたりとか気遣いもできるし、うん、悩みがあったら何でも聞いてねみたいなことをこう言ってくれる、うんでも、だからそうそうそう、うん、でもなんか裏表がなさすぎる逆にちょっと不自然さみたいなのが最初ちょっとあるじゃないですか、うんうん、まあでもすごい俺は好きだったけどね、うん、あ分かる分かる、ね、いいやつだなと思って振られちゃうじゃん最初に、うん、俺はあこうかませ犬みたいなキャラってこういるよなって思う、うん、分かる分かる。もうなんかこう要は弟への愛を確かめるためのモブキャラみたいな、あのいいやつで終わっちゃうやつでしょ。そうそうそう。しかしこの映画そこで終わらないよ。優しいだけじゃモテない、うん、っていうことだみたいな、うん、ちょっと冷めちゃう。俺ら何回も見てきたから。そうそうそう。知ってるから。また見んのそう。そしたらカラスマくんが友達として城行こうぜって言ったの。そうそうそう。品川駅の場面なの、うんうん。え長い長い、こっからまた、カラスマの逆転劇始まるんだ、みたいな。うんうん、で、うん、今一番見たいお城どこって、うんうんうん。一番見たいんだったら、犬見、なんとか、あの、国宝だからね。国宝だから、ってなってるんだよね。うん、で、愛知じゃん、つって、うんうんうん。でも愛知だからな、とか言ったら、うん、じゃあ愛知に行こう。そうそう。ってやるんだよね。笑顔がね。そう、あの笑顔が、なんかこう、リフレインされるんだよね。そう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 。で、なんか知んないけど、一泊するでしょ、みたいな。うん。え、でも、俺らも聞いてないよ。俺らも聞いてない。そう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 。で、いや、だって一日付き合ってくれるって言ったじゃん、はい、って言ったら、え、一日で日をまたぐことそう、うん、そうとは言いませんね。そうだよね。朝10時から行って一日でいいんじゃない思いながら結局ホテル行っちゃって、そこからの、なんていうのかな、狂気というか、シャワールームを開けるとか、うん。まあ、ちょっと その間にいろいろあるんだけど、その、まあ、脅しにかかるんだよね。そうそうそう。そのカラスマくんは、その、女の子が実は弟に騙して、うん、あの付き合ってるみたいな、その変装して付き合ってるってこと全部知ってしまって、知ってんだよね、で弟は知らないと、うん、でこのカラスマくんは振られて、うん、この女の子をあの本当のことを弟に言うよって脅し始めるんだよね。今帰るなら言うよって言うんだよね、うん、言ってもいいよって。そう、私はいい、私は別にバレてもいい、うん、私が悪いことしたからどう思われてもいい、うん、でも言った、要は弟を傷つけたくないっていう理由で言えなかったっていう、ね、弟のために、ね、そう、そしてそれに気づいてしまったカラスマくんは分かった、うん、
その弟のためにどこまでできるか見せてる。いや、めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。どこまで頑張れるみたいな。で、シャワーしてガチャを開けて、先入って。いや、めっちゃ怖いよ、ね、俺もうこんな映画だと思わなくて。そう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 。あのセフレの件じゃないけど、そんな生々しいところに行くんだみたいな。なんつうのかな、怖い、トラウマになるような展開を待って、要は体を捧げろよってことじゃんみたいな。そんな直球なことするんだ。怖えって思ったね。って思ったら、烏丸くんが、ごめん、嘘だから。そう。っていう感じの。もういい、もう大丈夫。そう。そんなに君ができちゃうなら、もう僕も逆に折れるみたいな。そうなんだ。そこで。そこまでできちゃうんだよ、本当に、みたいな感じ。そうなんですよ。傷ついちゃうんだよね、烏丸くんがね。そうそうそう。で、それ出て、その後、烏丸くん、俺別のとこ泊まるから、泊まってっていいよとか言って出て、表出て、こう、ちょっと泣きながら上見て、俺、ダッセーな、みたいな。そう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 。烏丸くん。まあこれ別に俺らもそうだよなーって思いながら見てたことなんだけど、はたから見た時におかしいのよ。そうだね。その件でしょ。そう、明らかに変装しているお姉ちゃんが義理の弟と、で義理の弟は気づいていないのかもしれないけど、まあはたから見たら同じ人間なんですよね。顔そっくりと、どう見てもわかるもんね。そう、烏丸くんが渋谷でデートしている2人を見つけて、えってなって、絶対そうじゃんみたいになるんだけど、そのまずそれを旗から見てる時に俺らの気持ちも、あ、確かに今まで俺は映画として受け入れてきたけど、第三者の目線から見た時、やばいやつらだよなって思う。それもだから2人の世界だから成立してたけど、そう、そしたら烏丸くんが次の日お姉ちゃんとその話しながら家まで送ってくれるんですよ。で、家送ってきたらお母さんが勘違いして一緒にご飯食べましょうって言って、焼きなのよって。そしたらその烏丸くんがぜひやる、今回つって、いつものやつね、家入ってきちゃうんですよ。で、俺らはさ、さっきの、その現場を目撃している烏丸くんからもう俺はヒヤヒヤしてる。そうだよね、あの時からね。うわって思ってるから、もう最悪のスリーショットだなと思ってるところで、烏丸くんが、そういえばお兄さんは彼女とどうなんですか？そう。みたいな。で、変な空気になって、みたいな。そう。僕、見ちゃったんですよ、渋谷で。っていうのが、異常な寄りで、めっちゃ怖かった。怖い、怖い。3人の、凍りつき方。うわぁ、もうだってね、お姉ちゃんからしたら見られたー。そうだね、絶対バレた。バレてる、フォローじゃん。そうなんですよ、カラスマの寄りはあそこだけですからね。そうあったと思うよ、あったよ。帰っちゃってカラスマ君で森田さん追いかけてって、公園でさ、カミングアウトするじゃないですか。で、その時にカラスマ君が気持ち悪いねって言う。そうで、なんかそこをカラスマがこの物語を背負ってるところも僕はちょっとグッときたというか、俺らも薄々思うじゃん、結構これ物語でギリギリじゃん、血は繋がってないからまあとかあるけど、で、そこをなんか作品内でちゃんとカラスマが気持ち悪いねって言うことってすごく大事だと思うし、俺だから最後どう思った？俺ね、なんか俺わかんないんだけど、女の子の気持ち、あの、嘘ついて付き合ってる時の男の子の方が可愛くない？ああ、必死になってる感じ、ね、そう、なんか最後バレてちょっとたくましい、俺が引っ張るよみたいな、あ、でもそれも好きなのかな、その前の、わかるわかる、あ、俺もう全部捨てるよみたいな、もうエクアドルの本持っちゃうみたいな、隠すよ、隠すみたいな、あとあのさ、男の子と一緒に家のところ、家に送ってもらってるところを見つけちゃった弟がガチャッと入って玄関で、ああ付き合っちゃったよみたいな、ああいう方が俺可愛くて、わかるよ。だからこうなった後スッて立ってさ、そうそうそう、マイケル・マイヤーズみたいになるじゃん、後ろから来て、あそこも可愛いもんね。だからなんかあのカップルでいてほしかったなとかちょっと思ったけど、でもそのどっちの魅力も分かります、非常に。はい、いやでも楽しみました、楽しかった。面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、じゃあまたね、バイバーイ。やってた、カラスマン柿沼だ。ツイッターのアイコンがカラスなのが可愛かった。可愛かった。あいつもヤドカリなんだよね。